元喫煙者の夫がタバコを吃ったら離婚と言っています。変に生真面目になった夫との生活に疲れ隠れて知ってます。どうしたらいいでしょうか。なぜタバコを吸ったら離婚なのかっていうところをちゃんと話し合った方がいいんじゃないですかね。まあ、約束が守れないような人だと、こういう他の約束も守れないかもしれないから、もう信用できないっていう話なのか、守れる約束は守る。でもタバコを吸わないという約束は守れない。だからタバコ吸いますっていうのが論理が通用するかどうかですね。相手がタバコ吸ってほしくない。だからタバコ吸わないと約束しろ。でも約束が守れないやつは信用できないっていうのであれば、守れない約束はしないっていう関係性が作れない限り、結局どっかで揉めると思うんですよね。例えばじゃあその味噌汁大好きですと。でもその旦那さんが味噌汁大嫌いだと。なので味噌汁食わないって約束しろって言って、じゃあ味噌汁食わないよって言って約束しても、やっぱりどっかで味噌汁食うじゃないですか。それって旦那さんが奥さんを完全にコントロールしたいっていう欲望を持ってて、奥さんが何が好きとかどういうことがしたいとかっていうのはどうでもいい。自分が完全にコントロールすること自体が楽しいっていうタイプの考え方の人だとすると、長期的に必ず揉めてうまくいかないと思うんですよね。そういう考えなのか、要はタバコが良くないと思うからやめてほしい、あなたの健康を思って言ってますって話なのかで、ただ僕その禁煙をあまり周りに勧めないようにしてるんですよね。親戚がそのタバコを禁煙してストレスが溜まって心臓の血管切れて死んだんですよね。なのでタバコよりストレスの方が体に悪いということもあるので、ストレスを溜めるぐらいだったらタバコ吸った方がいいんじゃないかなと思うので、健康が理由であればストレスを溜めないという方が実は体にとっていいんだよって話をするんじゃないかなと思います。好きなタバコの銘柄なんですか。キャスターの1ミリとか吸ってましたね。あとマイルドセブンの1ミリとか。僕タバコ何吸ってるか、今はちっちゃい箱のケントの潰すとメンソールの味がするやつを吸ってます。僕必ず1ミリしか吸わないんですよね、買うときは。他人からもらうときは何でもいいんですけど。で、何歳から吸ってますかが、高校1年生 ?2 年生かなです。北園高校だったんでしょうがないです。はい。その僕はタバコを吸うのってニコチンを吸いたいんじゃなくて、煙を吸って吐きたいんですよね。で、正確に言うと煙を吐くのが目的なんですよね。なので1ミリで全然いいっていう、そんな感じです。タバコは吸いますか。吸いますね。タバコを別に禁煙するつもりはなくて、吸う気満々なんですよ。いつでも吸っていいと思ってて、タバコは一応持ち歩くようにしてるんですよ。で、ただ吸わなくても大丈夫な時は吸わない。なんだろうな、ほら飴玉とかってさ、あったら舐めるじゃん。でも別に飴玉舐めたい時に舐めるけど、別に飴玉いちいち買わないよねみたいな感じで、でも飴玉を食べないようにしようみたいなルールは決めないわけじゃないですか。っていう感じで、タバコをいつでも吸えるような状態でありながらタバコを吸わないのを続けて、吸いたくなったら吸ってみようっていうのをやるんですけど、これの一つ失敗というか欠点があって、1ヶ月ぐらい吸わないタバコをずっと持ってるんで、めちゃめちゃ湿気ってるんですよ。なので吸うとまずいんですよ。で、吸うとまずいっていう記憶だけあるので、タバコを持ってるんだけど、これ湿気ってるから吸うとまずいから今吸わなくていいよねっていう風にタバコ吸いたくないっていう方向に行っちゃうんですよ。ただ誰か人といてお酒を飲んだ時とか、誰かが吸ってる時はそのタバコ吸いたくなるので、その時は気にせず飲むんですけど、はい。あとそのタバコを吸う人として言うのもなんなんですけど、僕家でタバコ吸うの超嫌いなんですよ。タバコの匂いが家につくのが嫌なので、僕家にいる時でタバコ全然吸わないんですよ。友達の家では吸いますよ。知ったこっちゃないんで、年末年始僕の知り合いのひよいさんっていうデブで死んだ魚の目をしたみたいなおっさんがいるんですけど、彼の家では僕めちゃめちゃタバコを吸いました。彼の家なんで知ったこっちゃないので。っていう感じで、そのタバコを吸うと部屋にタバコの匂いがついて、でタバコを吸ってない時にその匂いがすごい気になるんですよ。家自体がタバコの匂いがするっていうのが嫌で、ひよいさんの家は知ったこっちゃないんでガンガンするんですけど、タバコって本当に体に悪いの、肺がんと関係ない説がガチっぽいけど、ただ一応脳卒中が増えるみたいなの多少あるらしいですけどね。ずっと何十年も毎日吸い続けるみたいな人が影響あるらしいんですけど、ただ日本で一番長生きした泉重千代さんも確か喫煙者で、人類で一番長生きしたフランスのおばあちゃんがいるんですけど、その人も110歳ぐらいまでタバコ吸ってたんですよね。で、タバコ吸う時にメイドさんにタバコの火つけてもらうのが、でそのメイドさんタバコ嫌いだったらしいんですよ。だからそれはさすがに悪いなっていうのでタバコやめて、128だか122だかで亡くなったそうなんですけど、っていう感じで割とタバコ吸ってる人が長生きしてるので、あんまりタバコって健康に悪いのかっていうと微妙な気がしますね。